おはようございます、原沢です。新しい道具が来ましたのでご紹介。今回はエンジン同粉10リッターってやつですね。高圧、遠くまでこうピュンと飛ばせるやつです。豚車の周りの除草作業、廃屋になってますから、そこの除草作業なかなかできないので、今までは手押しの型ショータイプのやつでもなかなか、こう押す作業をすると、押すというか圧力をためる作業をすると肩に効いてつらかったので、今回はエンジンで楽々にできるかどうかやってみたいと思います。10リッター薬液が入るタイプで、圧力が 3.0mpa、 最大給水量1分間に 5.2 リッターだから約2分で全部出ると。で、本体重量が 6.9 キロで、メーカーは後進、型式がこれか ES10P。 はい、これ説明書は下に落ちてたのを今あげました。手元のホース、ノズル、本体、あとは、ノズルの先と工具と、エンジン右側にここに口があるので、そこにこれですね、ここが、はい、これは手で締めた場合じゃダメでしょうね。で、あ、あれだな、プラグ、レンチで、ここが、いや、袋のまま切らずに開け、開いた。で、ここに入ってるのが先端ノズルとコク、これは泡状に出るやつ、これが吹き口、こっちを今回使います。で、ここにコックをつけると、今回レンチがここの手元にないので、ペンチで。で、ロングな、これはどっちが先だ、こう、うん、向きはこうだ、こういうことです。これがここ、これ何、これ、これノズルスタンドってやつで、あの、見えるかな、タンクのこことかにこうやってノズルをセットするものですね。はい、取っちゃいけません。で、ここをつなぐと、そしたらここに先端ノズル、吹き口をつける。よし、オッケー。このまんまつくと、50:1、あ、もう
それではちょっとエンジンをかけてみましょうか。まずはポンプちょっと設定。お、大丈夫。で、最初なんで、どっちが？今これチョークが効いてる方向だ。チョークが効いてる方向で、どっかにスイッチが、ここにあるか。スイッチ。オン。で、スロットルが、これがローで、はい。なんか中間域でかけようと。一応だから指示通りに。で、これは始動。この状態で、いけるわけ。いくよ。それでは今ちょっと背負ってみました。ベルト位置をあんま苦しくないように、後ろと距離がない、距離が空くと多分重たいと思うので、はい、こんな感じで結構重いです。何キロだっけ、本体が 6.9 キロです。でこれに10リッターだから17キロぐらいになるわけだね。はい、でこちら側でオスロットル調整と、圧力調整ができるわけで、右側でこれを外して取れる、コックを開けて消毒できるです。さあ、鬼が仕事に行きますね。あれ、自分でかけるのは無理。あ、逆なら大丈夫。でも見えてないので、あ、もうちょっと手が欲しい。あ、でもこれだと座った時に引っかかるんで危ないからやめましょう。よし、薬液入れていきます。軽量カップ入り。これ背面側、ここにリッター表示がある。うわ、よし。今回は日の落ち用、スイナーとかそういうのも枯らしたいので、これの50倍液なので、これを 200ml、 ここに今300あるので、え、開けた穴が小さい。でもまだ、
今回助走ですので、ここを一番上を助走にしてトロトロと巻きます。なんだお前。エンジンの再始動にちょっととっても手間取りました。一回ワンタンク終わって、薬液作ってかけ直そうと思ったら、いや大変でした。よし、もうちょっと行きます。でも手で圧力かけてるよりは全然楽。さっきのちょっとエンジンのかかりが悪かったのがいただけませんが、ちょっとエンジンの再始動に手間取るので証拠を取りたいと思います。 OK。 今温まってたんで、これでちょっとかかるか、こんな感じが続くんですよ。スロットのレバーをちょっと開け気味にしないとダメ。ね。なんで燃料がいってない？そんな感じはしないんだけどね。まだ燃料は8割ぐらい入ってるし。ポンポン押すと戻ってきてるし、なぜ？いきます。続かないんだよね。で、チョーク入れて、チョーク入れると少しでも止まるわね、チョークで。ブワーンで、スロットルを下げといてみますか。下げても止まる。一回分の燃料しかない感じ。ちょっとスロットル上げます。下げて、今度はつながるか。なーにこれ。
他の草刈り機でこんなのなったことない。指示だとスロットルハーフ。冗談でしょ。空気が入んないのかな。どっかが負圧マイナスになってる。ちょっと締めずに。ダメか。危ない。更新さん。何がつながらないんでしょう。スロットル全開で始めてみようか。安定しねえな。もうちょっとスロットル上げます。回転が上がらない。ははは、なんだこれ。なに。燃料吸えてない感じ。自動でスロットル半分、スイッチは入ったままだから、全然終わんないじゃん。なんかいいかな。なんか詰まってたんかな。でも回転が安定しない。
駅が終わった。駅が終わったんならしょうがないけど、どうでしょう。あ、今回は駅が終わった。もう。さてと駅を入れてきて、今度は大丈夫かな。よし、そのままかかるか。ちょっと待ってね。指導にして指導。ちょっとセットか。はい。もうちょい上げる。下げる。だからなんだよ。なんで？不思議でしょうがないんだよ。これが。一回かかってんのにさ、なぜ？あ、今チョークが上がっちゃった。したりするものがあったの？なことないよね。ふざけんなよ。しかもこれそったままかかんねえかね。アイドリングじゃ出ないよね。アイドリングってもっと低いんだけどね、本当は。動くと
木が生えちゃった、クワだ。よし、本社の前に駆けよう。ほぼジャングル、ほぼジャングル。よし、ここはかけたんだけど、まあいいか、かけとくか。かけてねえな。今回は調子いいぞ。測っちゃえばなんとかなるか。今回は調子良かったっていうか、かかるまでちょっと時間かかったけど、かけるのに癖のあるエンジンで、はい。
もうちょっとかかりやすいといいですけどね。あとは水洗いしてもうおしまいにします。結局何タンク？ 1,2,3,5 タンク、50リッター巻いたスコですね。そのぐらい巻けば足りるでしょう、いくらなんでも。あ、でも田んぼの中まで巻いてないからな、まあ、田んぼは中は巻かないからいいんか。よし、 GoPro ビデオストップ。